本刈谷神社は、愛知県刈谷市天皇町四丁目旧番地にある神社。旧社格は孫社。壁開港里元刈谷村あざ天神にあった八幡社は、大宝年間の創建と伝えられ、本田脇の孫を祭人としていた。天文2年に、水野忠政が刈谷城を築城した際には、八幡社は、城の北側の大地に奉仙されたが、明治初期の廃藩地県と共に、 元の地に放仙された。壁開港里元狩りや村阿座天皇にあった薬母者は、もともとモズ天皇を祀る天皇者だった。1868年の神仏分離令によって、薬母者に改称し、スサノオの命を祀ることとした。壁開港里元狩りや村阿座天神にあった北野社は、菅原道真を祀る天馬宮であり、1868年に北野社に改称した。 1913年10月12日、八幡社、薬母社、北野社の三社が合併し、薬母社があった場所に本カ谷神社が奉仙された。境内には1885年の名を持つ、常野塔がある。境内には、推定樹齢300年のスダジーがある。樹高は11メートル、三吉は3.2メートル。本カ谷貝塚本カ谷神社境内周辺には、 貝塚の本カ屋貝塚が分布している、縄文時代晩期の土器、石器、骨格器、人骨などが出土している。この貝塚で発見された縄文土器は元カ屋式土器と名付けられ、東海地方における縄文晩期の土器の標準形式の一つとされる。西三河地方から尾張地方一帯に分布している元カ屋式土器の代表的遺跡である。 1967年3月17日、壁機会第一園ペン部にある山の神遺跡、天使神社貝塚、本カリア貝塚の3カ所が、カリア西部の縄文遺跡の名称で、愛知県指定文化財となった。本カリア貝塚は本カリア神社境内を中心に、4930平方メートルの範囲が指定されている。1974年には、 カリア市郷土資料館に保管されている本カリア貝塚出土品が愛知県指定文化財となった。ありがとうございます。